きチャンネル。ちょ、さあ金曜日です。そうチェック。ということで、もう夏休みも残り1週間ぐらい、もう終わりそうですよっていうね、この夏ね、夏の攻防戦、順位が決まるのかどうかっていうね、難しい展開の中で行われているプロ野球ですけども、この川水木くん、佐々木ちゃんの総チェック、行ってみましょう。はい。まずはパリーグから、ね、ロッテ対日本ハム、2位攻防戦、3対5、日本ハムの初戦勝利っていうね、ところで、日本ハム先発金村、5回85球、8安打3三振、無四球3失点。でロッテ先発大島、5回74球9安打5三振無四球5失点と、まあ、どちらの、ね、ピッチャーも、無四球っていうところでしたけども、両投手に言えることが、ストライクボールはっきりしてたなっていうね、ところで、本来の自分のピッチングっていうとはできない中、じゃあ何が勝敗を喫したのかっていうと、そのミスコントロールして甘い球を打ち損じたか打ち損じなかったかっていうね、ところが一番のポイントかなっていうね、日本ハムはね、初回、2ボール1ストライクからねアウトコース、ストレートを取りに来たところをね、ストレートで、水谷がバックスクリーンにホームラン、ね、クペッね、もう、ここら辺で2番のね、松本がレフトへツーベースっていうところで、まあ、ここら辺はもう、ね、前のカードオリックスに3連敗してるっていうところもあったし、ノーヒットっていうところもあったんでね、もう積極的に行こうっていうね、ファーストスタイル、ストライクからどんどん行こうっていうところが、結構はっきりね、目に見えたなと。で3番軍事もね、チェンジアップ、初球から打ちに行ったけども、ボトボトのショートゴロ。まあ、これを構想してね、進塁打になって、で、ワンアウト三塁。本当はここでもう一点行きたいところだったけども、清宮レイエスが全部ボール球振ってね。で、清宮は特にかかとに重心かかって、インコースしか振れてないなっていうね。ところで、アウトコースのボール球を空振り。で、レイエスは高めと低めチェンジアップをボール球を空振りっていうところでもう一点取れず。まあ、ここら辺は状態のね、まだ悪さが出てるかなっていうところもあったけども、3回の表、水野が、アウトコーススライダーね、左中間へホームラン、クパって、素晴らしいね、めっちゃ伸びた。これが痛かったね、ロッテにとってはね。で、その後、水谷が、センター前ヒット、松本が、センター前ヒットでノーアウト一塁。で、ここで郡司送りバントを決めて、ワンアウト二三塁から、ワイルドピッチ、バーッと、チェンジアップ引っ掛けてね。まあ、チェンジアップはね、こう左バッターのインコースの方に落ちてくると思うところでね、引っ掛けるんで、反応難しいんだけども、やっぱ田村は止めなきゃいけないっていうところで、ワイルドピッチで、3点目。そしてここでね、先ほど1打席目もそうだけども、さっき言ったように清宮、かかとに重心かかって体が開き気味、だからアウトコースの、出し入れだけでいけるっていうところで、まさかの逆球のインコースにスライダー、肩口から待ってましたと、ね、もうそこしか振ってないんだから。でそれを完璧に捉えてね、ホームラン入るかっていうところのライトフェンス直撃の、タイムリースリーベース、クパッて、ね、で4対0、ね、あこれまあもう一方的かなっていうところで3回の裏ロッテはね、下位打線8番9番田村智輔が連続ヒットで池田がライトフライで、セカンドランナー田村がタッチアップで3塁でワンアウト1、3塁から藤原のねインコース詰まってハーフフライのボテボテのショートゴロこれを3塁ランナー田村がスタートだいぶ遅れてからスタートで、ショートの水野が本部へ投げて、3本間に挟まれてアウト。しかも粘りきれなかったんで、ファーストランナーも三塁に来れない。バッと。いや、もう、スタート遅れたんだったら、止まっとこ。無理に走る必要ないねって。で、走るんだったら、後のランナーが三塁、二三塁に来るまで粘らなきゃいけないところ、それの粘りも切れないじゃん。もう超中途半端で、おい、これもう最悪の流れやなっていうところで、ツーアウト一塁からポランコがライトへタイムリーヒットを打って1点返して、まあでもこれも万波の肩エグかったね。ライトのほぼ定位置ぐらいのライト線ちょっと逸れてんのに、そっからダイレクトでね、ホームへ。まあタイミングはもう間一髪セーフだったけども、ね、そういったところでも守備の高さもね、見えたけども、これランナー2、3塁だったら2点取れてたからね。で、その後外の打席で、ワイルドピッチ、ね、タミヤ股の下抜けて、バーッと。まあ、難しいのよ。何気にね、ちょっとね、反応が遅かったっていうのもあるけども、あれ、ワンバンね、トゥントゥーンってくるのってね、弾くとね、ワンバンがこう弾くと思って、上にね、ミットがなっちゃうのよ。でも、トントンっていったので、ね、また一緒に抜ける。何気に難しいけども、あれ、反応が遅いから、ミットが上がっちゃうんだよね。だからそういったところはね、もうちょっと練習して修正していかないとっていうところのワイルドピッチ。まあ、お互い様のね、見つかっせっていうね、3回攻防戦でしたね。で、まあ4対2になって、まあこのままね、どうなるかわからないっていうところで、5回の表、ね、2アウト1、3塁、日本ハムはチャンスを作った中で、ね、で、その時もね、2アウト1塁から清宮ね、これも田村はアウトコース投げたいところを逆球がインコース入って、もうかかと重心、体開いてるインコースは打てますっていうところできっちりね、ライト前ヒット。こ
こら辺もね、まあ、清宮が、まあ、しっかりアジャストしたっていうのもある程度もやっぱ外の出し入れいかないとっていうね、ミスコントロールね、この小島の状態の悪さね。で、2アウト1、3塁からレース、ここも高めのボール球、低めのチェンジアップ、これ投げときゃいけるっていうところで、勝負球のもう田村はね、絶対ワールドピッチしないぞっていうね、ところで足めっちゃ広げてね、もうワンバン来ても絶対止めるような姿勢で低め来いよっていうところが、チェンジアップが高めに浮いて、で高めに浮いたレースがきっちり仕留めてレフトへタイムリーツーベース、ミスコントロールで、5対2ね。でこのまま終わるかなっていうところで、5回ね、ツーアウト二塁から外、こちらもね、最後勝負球フォーク、もう低めのワンパン投げておけば、ツーストライク目も低めのワンパン投げて空振り、ね、キャッチャーのタミヤとしても低めのワンパン来てくださいよっていうところでフォークが落ちきらず浮いてね、でそれを外が見事にセンター前タイムリーヒットっていうところで、まあ、両投手の調子の悪さ、決め球の甘さっていうところが出たかなっていうね、ところでまあ5回 でお互い両チーム先発が変わるんだけども、まあ、ここからリリーフ勝負っていうところで、まあ、日本もね、ロッテもリリーフね、日本も川野、生ため宮西、池田、柳川というところが踏ん張って、ロッテもね、坂本、沢村、菊池、国吉とね踏ん張ったんだけども、お互いねそのままの前半の得点3まま終わったと。でロッテはね6回裏も、2アウト1、3塁チャンス作るけども、池田がショートゴロで 7、8、9とね、もうノーヒットで終わるっていうね。だからこの4回にもね、2アウト1、3塁チャンス作るけども、友杉がね、キャッチャーファールフライト。だからチャンスは作るけど、ロッテは1本出ない。日本はまあチャンスにきっちり1本出たっていうね、ところが、勝敗に帰したかなと。まあ両投手ね、調子悪い中、まあなかなかね、勝負球が決めきれなかったっていうところもね、バタバタ試合展開になった要因かなと、思います。ロッテ対日本ハム、1対7で日本ハムの勝利。8月21日の試合、2攻防戦、日本ハム2連勝になりましたけども、この試合、日本ハム先発山崎達也、8回99球、8安打1三振、1球1点でグッピッチ、ね、素晴らしいピッチングで、まあ、アウトコースの、ね、出し入れ、そして緩急も良かったしね、まあ、それをマリーンズ打線がまあまあ引っ掛けたっていうね、ところで、ちょっとね、サウスポーへの弱さっていうのが、まあ、長年マリーンズにはあるんちゃうか、まあ、細かな、ね、データは見てないけども、あるんじゃないのかなっていうところはね、危惧するところではありますけども、ロッテ先発メルセデス、4回3分の1、89球、6安打4三振、2四球5失点っていうところで、自滅です、はい、チーム自体が、自滅です、はい、自責点は3っていうところでね、まあ、その中でね、ロッテは2回裏に、先頭山口がフォアボールで出て、ツーアウトになるけども、高めの盗塁成功、そしてツーアウト三塁から中村翔吾のね、ライトへタイムリーヒットっていうところでね、1点を、先制して、何なんだろうな、あの万波の、ね、後逸したけども、ひょっとしたらライトゴロ狙ったかも分かんないね、ライトゴロ狙いに行って、後逸かも分かんないけども、まあ、アグレッシブさはね、あるけども、まあ、その後ね、トムスギショートゴロにしとって、まあ、1失点で終わったからね、まあ、よかったけども、まあ、そこしっかりね、まず取ってからっていうところはやってほしかったなっていうね、しかし、ロッテ先生でね、まあ、このままいい形でいくかなっていうところで、3回の表、すぐさまね、日本は、伏見がツーベース、そしてノーアウト2塁から水野がね、3塁線送りバント、ここで、サード、中村が取って、ファーストへ悪送球でタイムリーエラーっていうね、バッと、ダッバッと。でもあの球のバントの球のこのボールの転がり方見てたら、ファールになりそうだったけどね、あのままほっとけばね、まあ、でも序盤っていうことを考えたら、もうさっさと取って、ファーストでね、アウトにすればよかったなっていうところで、ファーストで悪送球、でなおもノーアウト2塁になって、水谷に送りバント、これをメルセデスがジャックル、ワンブル、バット、ダブルエラー、ね、でノーアウト1、3塁になって、で松本がダブルプレーの間に、まあ、1点を取ってね、逆転。で4回にはね、清宮センター前からレイですね、高めのストレートを投げようとして、真ん中目にね、ちょっと低めに入って、それをもの見事にレフトスタンドホームラン。だから前日からね、千葉テレビで解説してましたけど、レイエスには高めのストレートが低くならないこと、そして低めの変化球が高くならないことが一番ポイントっていうところが、それはね、昨日も終盤ね、低めのチェンジアップが高くなった、そしてこの試合はね、メルセデス高めのストレートが低くなったっていうところで、投げちゃいけないところに投げるっていうね。で4対1で、5回にもね、ワンアウト1、3塁から清宮のタイムリーヒットで、5対1と、もうレイエス、清宮、松本っていうね、ところも全員ね、叩き起こすっていうね、打線が一気に好調、あのオリックス3連敗は何だったんやっていうね、で7回にも、9番、水野がね、ツーベースを打って、水谷がレフトへタイムリーツーベース、で8回にも水野の内野ゴロの間に7対1で、ロッテはヒットが出るけども、複数安打がなかなか出ない、単発で終わってミサイル打線っていうね、完敗です。このまま3連敗したら
4位楽天の足跡が近づいてくる。日本ハムとしてはね、週末オリックスに3連敗して不安の要素のまま2位攻防戦来たけども、一気にね打線が、開眼して、まあ、今季ねロッテにね相性いいっていうところがそのまま出てね2連戦ね、水曜日木曜日向かってね3連勝いきたいところですけど、どうなるのか。ロッテ対日本ハム22日の試合、3対4で日本ハムの勝利ということで、このカード日本ハム3連勝ね。この試合初戦ね、千葉テレビで解説言ってましたけど、両チームともに3連敗しなければいいっていうね、もう1勝2敗でも、ね、3連敗しなければ大丈夫、まだねこっからねまだまだ熱い試合続くっていうところでね、なんとロッテ3連敗、これは痛いね。そしてもうこう終わったのかな、直接対決、ロッテ対24試合5時5時20 120、あ、まだあるのか、まだあるのかな、ワンカードぐらいね、まあ、そういったところでね、日本ハム先発加藤ね、6回102球7安打5三振2球3失点、珍しく2つをねで、ロッテ先発佐々木朗希6回92球6安打3三振5四球4失点というところで、まあ、ちょっとなんかすいい時の佐々木朗希知ってるだけにね、ちょっと凄みないなっていう印象はあるけども、ロッテは1回裏先制ね、ポランコがツーランホームランで先制するけども2回の表ね、清宮、ツーベース、そしてレイエスタイムリーヒットで1点返して、で3回ではね清宮タイムリーヒットでレイエスの犠牲フライで、逆転で4回裏にね荻野の押し出しで同点が追いつくんだけども、まあ、ここね珍しいよね、加藤がね押し出しっていうね、しかし、5回ねすぐさま浅間のセーフティーだからね、これ浅間のセーフティーも最近セカンド結構どの球団も後ろ守ってんだよね、だからあそこの前にうまくねドラッグバンドされたらね、まあまあ決まるよね、正直ね、あれはね浅間の素晴らしいアイデア素晴らしい技術で、清宮がねアウトコース高めのストレートを左中間ねタイムリーツーベースで勝ち越しだ、まあ、これで逃げ切り勝ちっていうところもなるけども、これで守備ね、守備3回の表ワンアウト一塁から清宮のライト前ヒットで1点入るんだけども、清宮がオーバーランして一塁間に挟まれるんだけども、ショートねあの友杉ね、まあ、この前のホークスとのランダムプレーと一緒だけどもね、ショートがねあの状況でライト前ヒットライトがホーム返したでキャッチャーがセカンド投げた一二塁間にバッターランナー挟んだショート後ろ誰もいませんよって分かるやろっていう、もっとイメージしろっていうね、でファースト投げてそのままファーストのバックアップ行って、でファーストはねあのショートセカンドの小川とファーストの外が目の前にいるやん、セカンドの小川とファーストの外がねってなった時にセカンドベースの後ろおらんって分かるやろっていう、サード来てへんやろっていう、そのホームのねつなぐんやからサードベース踏んだもしくは止まるかもしんない3本間に挟まれるかもしんない、サードおらんやん、レフトセンターこれんやんってなったら投げてもう一回自分やん、早めに投げてね、まず終わりすぎやねん、早めに投げてもう一回自分がもらってっていうことで、小川が自分の後ろに来るのを待ってやんないといけないのに、もうイメージの欠如やね。でそれをねランナー進塁させてワンアウト2、3塁ってレースの犠牲フライやから無駄な失点やりすぎだね、そういった意味ではだからもう負けるべくして負けてるよね。で攻撃の面においてはねチャンスもあったけどね、7回裏2アウト1、3塁、山口ねキャッチャーファールフライね、8回にも2アウト2塁代打佐藤セカンドゴロね、で9回でもねランナー出すけど後続続かず、でも 4回でもね、この2アウト満塁押し出しからの高部セカンドゴロとね、まあまあなかなか苦しい展開、まあロッテとしたらいいところ全くなく、日本ハムとしてはこの3連勝はめちゃくちゃ大きい、しかもこのね、全カードオリックスで3連敗してるだけにね、この試合でね、本当にこのカードで清宮も起きちゃったしね、レイエスもね、やっぱこのね、打てる下がってきた、ね、高めが下がってきた、低めが上がってきたっていうところはね、非常に無類の強さあるね。まあ、そういった意味でもこの新潟目ねしっかりできるのか、この3連勝はめちゃくちゃ大きい、日本ハムの3連勝勝利でした。西武対オリックス1対0で西武の勝ちっていうねところでね、群馬で行われたね、高橋コーナーそして、渡辺久信監督、そして西武にはね、群馬ね、出身の選手がたくさんいるっていうところで凱旋試合ね、先発はその高橋5回76球7の3三振無四球無失点っていうところで踏ん張ったけども勝ち星つかず、まだ今季1勝目、まあ、この群馬でね今季初勝利っていうところもねあった中でね、ちょっと打線の援護がなかった、でオリックス先発田島6回3分の1 93球3安打6三振1四球1失点、これはもう攻められない、オリックス10安打で0点だからね、もうほぼランナー出すからね、1、2、3回からは3、4、5と得点チャンスで
で6も得点チャンス。で7、8、9と全イニングランナー出します。で得点圏も何回もあります。しかし最後の1本が出ない。これなかなか厳しいね。まあ、あの高橋コーナー含めてね、西武リリーフ陣ね、佐藤、平、某高橋、アブレイユがね踏ん張ったっていうのも言えるけどもね、そこでなかなか点が取れない。で7回裏ね、西武自身はね4安打だからね、7回ワンアウトから、野村フォアボールね、で山村、内野安打。ここでねセカンド大里がファーストへ悪送球で、ワンアウト一三塁になって佐藤龍生のレフトにタイムリーヒット。もうこの1点をねしっかり守りきるとね、いうところで、しかも9回もね、ツーアウト一塁からね、アブレイユのファースト牽制、ファーストランナー北戻りきれずアウト。日本ハムの3連勝の勢いはどこ行ったんやっていうね、ところでオリックスとしてはね、っていうようなね敗戦でしたけど、西武はねこういう戦いでねしっかり勝ち切れた。そして群馬凱旋試合でも勝ったっていうところではいい形の勝利だったんじゃないでしょうか。西武対オリックス21日の試合1対0で西武の勝利というところで、こう8カードぶりかな、オリックス7月中盤のオリックス戦以来の勝ち越しっていうところでね、まあ3連勝に向けてっていうところになりますけれども、先発隅田6回98球6番3三振1球無失点でグッピッチ、まあ、2試合連続ね1対0の勝利っていうね、その後7回から平良、佐藤、アブレイユとね完璧にリリーフしてノーヒットで抑え込んでオリックスをショットアウト、ね、でオリックス先発ソタミ7回112球7安打13振2球1失点、こちらもグッピッチ、攻められない、ね、1失点、ね、西武もねなかなかね、複数安打が1イニングで出ないっていうところで、前半をね、両チームともにね、ちょっとね投手戦の勢いで、まあ、6回どうなるのかっていうところで、6回裏ね西武は先頭西川がライト前ヒット、外崎送りバントをきっちり決めて源田がアウトになるけども、ツーアウト三塁から岸がねタイムリーヒット。この1点をねもう7、8、9ねリリーバーで守り抜くっていうね最高の形でしたけども、まあ、オリックスとしたらねもう勝つチャンスがあるとしたらもう5回、6回だね。5回ツーアウトからでも若月、大里が連続ヒットでツーアウト1、3塁チャンスを作って西野がファーストゴロで、6回ね、西川そして森、西川ヒット森フォアボールでノーアウト1塁。ここでね一気にまず先制取りたいっていうところで、紅林が送りバントなかなか成功できなくて追い込まれてね、バスターに変えたところショートゴロ、これをショート源田がね、慌てず3塁を投げて3塁封殺で、ワンアウト1塁から宗が4-6-3ダブルプレーっていうところで、まあ、ここ隅田がよく踏ん張ったっていうところはあるけども、紅林がきっちり送りバントを決めて1点取りに行ってればね逆の展開もあったっていうところでは、やっぱミスがね攻撃のミスがこの連敗、まあ、この西武で連敗してもオリックスの3位躍進はもうジエンドになったんちゃうかなっていうねところの痛い敗戦だし、西武としてはねこういう接戦の中でね隅田もしっかり勝っていって、これで隅田がね今年8勝8敗これなんとかあと2勝してね10勝いきたいところのねいい形の2連勝になったんじゃないでしょうか。西武対オリックス22日の試合2対1西武のサヨナラ勝ちでこのカード3連勝、西武今季初の3連勝というところでね、2対1西武先発ね、渡辺裕太郎6回3分の1 93球3安打4三振2四球1デッドボール1失点とね、まああのめちゃくちゃいいピッチングだったけどね、カットボールも良かったし、でまあ6回表終わった時にベンチでなんかね渡辺監督と指先見ながら喋ってるの見て、いや交代かなと思ったけど、7回表もね出てきたけども、ひょっとしたら豆とか何かがね不都合が発生した可能性もあるけどね、急になんかいきなり乱り出したからね、まあそういったところではね自分自身の本来のねピッチングっていうのは非常にねできたんじゃないのかなと。でオリックス先発高島6回90球1安打5三振3四球1ってこちらも素晴らしいピッチングだったけどね、まあ両チームね、ピッチャーね頑張ったっていうところで、オリックスは高島、山田、ペルドモ、小田島、吉田、マチャド、川瀬ね、で西武が渡辺、佐藤、某高橋、水上、上田、そして本田っていうところでね、で西武は、5回裏にねワンアウトからガルシアがバックスクリーンにね先制ホームランというところで1対0、まあ、このまま終わるかというところでね、先ほども話したようにねちょっと指先気にした6回終わってからのね次のイニング7回セディエのデッドボール、西川ストレートのフォアボールっていうところ でここ紅林送りバンドで、北の打席から、ピッチャーがね佐藤に代わってできたフォアボールで、ワンアウト満塁から渡辺がタイムリーヒットで、なおもワンアウト満塁、しかしここ大里三振、西のライトフライだから、オリックスはここで行って逆転しておかなきゃいけなかったよね。まあ、佐藤はね、ここよく踏ん張ったなっていうね、ところはあるけども、で、そしてね、10回の裏に、西武はビッグチャンス。ツーアウト満塁で、源田がね、ショートゴールでサヨナラできず、しかし、12回裏にね、同じ状況、ツーアウト1、3塁で源田、ね、高めのストレート、ね、サヨナラヒット。グッッね、先ほどの返せなかったけども、次の打席でしっかり返していくっていうね、サヨナラ勝ち。
これでカード3連勝。だから西武はさ、この3連戦で1点しか、1対0、1対0、2対1だからね。まあかなり苦しい試合展開だけども、まあね、この戦前の予想だとね、開幕前のピッチャーいいからピッチャー頑張って打線なんとかね、しかも開幕序盤はね、そこで外国人ね、アギラコルデロが打っててね、開幕カードも2勝1敗で勝ち越していい形のねスタートを切ったっていうところで、まあこの試合もピッチャー頑張ってね、外国人のガルシアがホームラン打ってみたいなね、感じでは、まあトータルバランスで言うと、まあこういう戦い方が今年のね西武の、強みになるはずだったけどもね、アギラコルデロがこけてね、先発投手部の怪我人がいっぱい出て、高橋コーラまだ一勝できないっていう苦しい中で、まあでも若手のね成長もあるし、そういった面ではね来季に向けていい戦いがねできた3連戦だったんじゃないでしょうか。逆にオリックスはここの3連敗、これで完全終戦でね、もう里崎のね消化ゲーム決定をね言ってましたけども、もう完全終戦じゃないのかなっていうね。まあでもね、もうそれはね、あの中島監督もチーム分かってると思うんだよね。だからこそいろんなことを試しながらね、まあ勝ちももちろんいくけども、若手のね、選手を使いながら、育成しながらっていうところもね、あると思うんでね、まあそういう中で、まあ勝ちも気にせずね、来季に向けていろんな戦力アップがね、両チーム必要になってくる。まあそれをね、まあ勝ち負けはあるけども、いい形でね、出してる試合じゃないのかなと。ね、西武は高気圧の3連勝。素晴らしい試合でした。グッケ。楽天対ソフトバンク、3対0で楽天の勝利というところで、楽天はね、もう3位ね、A クラス入り目指してね、一つでも負けられない。このね、ソフトバンク相手にしっかり勝ってね、今、日本ハムロッテがね、潰し合いしてるから、なんとかね、詰めてしてね、逆転の A クラス入り望みをかけてっていう中ではね、この初戦しっかり勝てたっていうのは大きいかなと。まあ、ソフトバンクはね、もうもうマジック減らすだけだからね、そういったところでは、まあ、1勝1敗でね、暗くなる必要もないっていうね、一喜一憂する必要もないっていうね、ところで、楽天先発早川、6回82球7安打6三振無四球無失点、グッペッチ、ね、でソフトバンク先発モイネロ、5回86球7安打3三振2四球3失点っていうね、ところで、楽天はね、2回裏、鈴木大地レフト前ヒットで、フランコの、レフトスタンドでツーランホームランで、4回にはね、ワンアウトから太田がツーベースを打って、中島がセンターにタイムリーツーベースで、3点目っていうところで、まあこれでね、あと逃げ切り勝ち。ね。ソフトバンクとしては、この初回ね、ワンアウトから今宮がレフト前ヒット、で、栗原がライトフライで、ツーアウト一塁になって、山川のね、レフト線の、ツーベース、これをファーストランナー今宮がホームを狙って、楽々アウトだからね、これはね、まあ、ダメやと思うね。まあ、初回でモイネロっていうところで、ちょっと余裕もあったのかもわかんないけどもね、負けないやろうっていうね。結局完封負けしてるからね、まあ、結果論にもなるけども、これはストップ、あ、なんでツーアウトだからって何でもかんでも悪送球になったら1点やなみたいな感じで何でもかんでも回すのはどうかと思うよ、正直。あそこはストップ。しかも次近藤だからね、これがもし下位打線で次のバッターがもう2割前後ぐらいでだったら回してもいいけども、次近藤だからツーアウト2、3塁でね、1本打って2点っていうところも先生考えられたところで、これはちょっとバットだね、信号機がね。で、ソフトバンクもね、3回にも、2アウト満塁チャンスつけるけども、山川ね、アウトコース のチェンジアップホーク系、空振りさし、あれはね、早川ね、最後いいところでも投げたしね。で、5回にも、ワンアウト1塁チャンス作るけども、今宮栗原がね、続けず、まあ、終盤もね、ちょっと完璧にね、封じられたかなっていうね、ところと、あと楽天はね、4回裏、ね、中島がタイムで打ってからのワンアウト2塁で、小深田がライト前ヒット打つんだけども、これね、ライトの正木がホームへね、完璧な送球でセカンドランナー中島をね、本塁タッチアウトにしてグッ送球ね、正木ね、っていうのもあるけども、ここもね、あれはまあ2アウトだったらいいと思うのね、ライトもね、いい球投げた、ホームもね、ヘッドスライディング、まあ、ギリギリの中でタッチアウトっていうね、ところで2アウトだったらいいと思うけども、ワンアウトじゃん、そこまで無理するっていうね。で、ワンアウト一三塁になったら、今度小深田の盗塁っていうところもいけるしね。で、村林で、犠牲フライっていうところも考えられるし、このね、4点目の追加点っていうのは非常に大きなところを考えると、やっぱアウトのタイミング、ミスを来たらセーフのタイミングでは回しちゃダメだよね。このワンアウトって考えるとね。そういった意味では、あそこはストップなんじゃないのかなっていうね。結果論やろって言われたらそうやけど、でも試合の展開状況的から言うと、間違った意見じゃないんじゃないのかなと思うけどもね。でもその中ね、しっかり投手陣がね、抑えてね、
早川、藤平、鈴木、則本とね、完璧に完封勝ち、ソフトバンクを抑えたっていうのも良かったしね、こう逆転の3位にね、クラスへ向けて、このね、ソフトバンク戦しっかり勝ち切っていく戦勝っていうのはね、非常にいい形の戦いだったと思います。楽天対ソフトバンク、21日の試合、2対1で楽天のサヨナラ勝ちっていうところで、この試合2連戦っていうところで、楽天もソフトバンク2連勝。ね、3位躍進に向けてこれは大きな勝利、ね、逆にソフトバンク11、2カードぶりのカード負け越し、ねまあ、久しぶりっていうところもあるけども、ね、ソフトバンク先発大関6回102球3安打3三振無失点グッピッチングしかも無四球完璧なピッチングで、ね、勝ちつけてやってかったっていうね。楽天先発内星流6回3分の179球4安打3三振2四球1失点こちらもねグッピッチング安定的なねいいピッチングになったけども、まあ、ソフトバンクはねなかなかね連打が出ないっていう中で5回ね5日の育成からね試合下に上がってねソロホームランでね一気初ヒットが出てからのすぐホームランね広瀬みたいな感じだね。広瀬もね初ヒットなかなか出なかったけど出てからのねそこからのね打率の急上昇もあっただけにね、まあ、こういったね今打線が苦しい中で新しい戦力がホームラン打つっていうところはねクピッバッティングねチームの底上げもなるしね、まあ、この1点でね勝ちたかったっていうのはあるけどもね、楽天もなかなかね、チャンスらしいチャンスがなくっていうところで、まあ9回裏ね、ピッチャー松本、先頭ね、小深田のライト前ヒット、で、村林が送りバントを決めて、ワンアウト二塁から、辰巳がね、タイムリースリーベース、そして阿部がね、もうなんとか当ててね、辰巳のね、もうギャンブルスタートにかけようっていうところでしたけども、フォークをね、うまくすくい上げて、レフトオーバーのね、サヨナラヒットっていうところで、まあ2対1ね、楽天のサヨナラ勝ちっていうね、まあ、ソフトバンクの気になるのはね前日もそうだったんだけどもこう7回ね2アウト1塁から9番牧原のレフト前ヒットこれをねセカンドランナー近藤が回ってホームねまた中島のねナイス送球でね楽々アウトになるのよ。だからまあ2アウトだからね、まあ、前日は1アウト、まあ、2アウトだからまあそれたらこう で、まあ、1点勝ってるっていうところでね、まあでまあ、次が1番の周東がこの日ノーヒットね、まあ、そこの、ね、兼ね合いも兼ねて回したんだと思うけどもちょっとね連日だからね気になるねこの絶対アウトのタイミングでミスが起きたらセーフで回すっていうねところの、まあ、もうちょっとねギリギリだったらよかったけどね結構もうコンちゃんがファーストサードベース回るときはもうほぼほぼアウトのタイミングだったからねそういった意味でもここら辺のねこのコーチャーの指示はどうなったったいやっていうねホークさんの皆さんどうですかちょっと気になるけどねここで追加点1点取れればねまあその後ね2アウトなんでね1点取れなかったかもわからないけどもそういうのがね相手に勢いがねいく前兆になるからねそういったところがちょっと気になるなっていうところもあるけどもねまあでもホークスはねもうあとマジック減らすだけだからバタバタね一気中しないでね自然とね、身を任せながら自分たちがミスすることなくね戦っていって怪我することなければこのままね優勝していくんじゃないのかなと。楽天もねこの勝利でね3位ねロッテのゲーム差 3.5 しかも5割に乗ったこれは面白いね展開になったと思うんでね非常にどうなるのかっていうところはね楽天にとっては大きな2連勝だったと思います。続いてセリーグ DeNA 対中日4対2 DeNA の勝利ということで DeNA も逆転 A クラスに向けてねこの今5位中日は負けられないここ3連敗したら自身が5位に落ちちゃうぞっていう可能性もある中ね、初戦先勝したのは大きいかなと、DeNA 先発大貫ね4回3分の289、6安打4三振、2四球1で投入失点とちょっとふわふわねしたピッチングの中であとワンアウトでね、勝ち投手の権利というところでもバサッと変えられてね、続いてリリーフに出た中川が1回3分の1、28球、1安打1三振、1デッドボール無失点と勝ち投手、その後、山崎、ウェンデルケン、森原というところがね、最少失点差をねしっかり逃げ切り勝ちっていうね。で中日先発高橋朗太6回3分の219、8安打5三振、4四球4失点というところでね、今季、ワースト失点4失点。まあ4失点がワーストだからね、まあ、ここまで防御率0点台っていうところでね非常に頑張ってるっていうね、ところはあるけども、まあ、この試合ね、4失点してもまだね防御率0点台っていうね素晴らしさね、その中で DeNA はね、初回先制、梶原の内野安打でここでノーアウト1塁から小原送りバントねで、佐野がフォアボールでオースティンがレフトフライでアウトになるけども2アウト1塁から牧がねレフトにタイムリーヒットそして戸柱が、センターへタイムリーヒットっていうところでこの日ね戸柱約1年ぶりのね猛打賞グッバッティングね2点先制ほら佐々木日曜日の日刊の評論とか、YouTube 装着でも言いましたけどもねロースコアもねこの日も高橋朗太防御率0点台そんな大量得点できないよねそう考えたらね最初失点差でいってね逃げ切り勝ちっていうプランの中でね
っぱり序盤からね、やっぱ1点を取りに行く野球ね、バンドっていうのもね、このスタイルに反してもね、このスタイルを変える勇気っていうのも大事になってくるんちゃうかっていうところで、きっちり送りバンドして2点取っていってるからね、これが転んで結局初回の2点がね、最後まで大きなウエイトを占めたと思うんだよね。でも中日もね、2回表に、ノーアウト、細川、川越、デッドボールフォアボールでノーアウト一塁、でここが石川がねレフトにタイムリーヒットを打ってノーアウト一塁で、ここで木下が送りバンド失敗、バッとこういうところよ。これバンド成功してたらね、でその後村松が463ダブルプレーじゃん、こう一気に同点もしくは逆転までいけてたところをこうミスが大きいよね。しかし3回の表ね、ワンアウトから、岡林がレフトへツーベースを打って山本がレフトへタイムリーヒットで同点っていうね。でも3回の裏ね、DeNA 先頭、佐野が、レフトへツーベースで、このオースティンのサードゴロエラーね、ミス合戦ですね。でノーアウト一塁から、マキアウトになるけども、戸柱がライト前ヒットに続いて、ワンアウト満塁から京田がね、レフトへ勝ち越しタイムリーで3対2。なおもワンアウト満塁から、林ショートゴロ、で、大貫ショートゴロっていうところで、まあ、ここら辺ね、追加点許さないところがね、まあ、高橋宏斗のね、いいところっていうのもあるけども、DeNA としてはね、もう1点取りに行きたかったっていうね、ところを考えると、このワンアウト満塁、まあ、満塁だけどもね、スクイズとかも面白かったんちゃうかっていうね、ところもあるけど、まあ、それはなかなかね、これはもうこそ結果論かもわかんないけどもね。まあでも逆転したのは大きいしね。でしかもね、この膠着状態続いた中で、7回裏ね、2アウトからオースティンツーベース。で、マキーがね、歩かせて、敬遠。で、2アウト1塁から戸柱がね、猛打賞となるセンターにタイムリーヒットを打って、まあこの1点大きかったね、戸柱。グラッて。ね。で、まあ4対2、DeNA 逃げ切りがちだけども、まあ中日としたら、この5回ね、8番村松センター前で高橋宏斗送りバンドを決めて岡林フォアボールでワンアウト一塁からね山本がセンター前ヒットでワンアウト満塁から高橋周平三振取った後4番細川でピッチャー大貫から中川に代わってライトフライで収めてここ無失点ね、中川グリリね。だからまあ逆にここワンアウト満塁から高橋細川でね、最低でも同点に中日はね追いつきたかったっていうところはあるけども、犠牲フライも打てず一本で打つっていうね。で6回表もね5番から川越ヒットで石川木下アウトになるけども村松デッドボールで2アウト1塁からね高橋宏斗、この4対2、あ、じゃあ3対2、現状考えると代打もね良かったんちゃうかと思うけど、もうどね、こうやっぱ高橋宏斗にね、やっぱりタイトルも取らしたいっていう思いもあると思うんだよね。そう考えると、あとは DeNA のリリーフ陣考えると逆転できるかもっていう思惑もあったかもわかんないけどもね、やっぱこの防御率今10勝、原ダービートップが菅野の11勝だから勝ち星させてやりたい、タイトル取らせてやりたいっていう思いがね、ここで代打を送らないで、まあ、続投になったっていうところもあるんで、まあチーム状況とかゲーム差考えるとね、正直ね A クラスもなかなか難しい中、まあ、この判断をね正直正しい判断じゃないのかなっていうところもありますけども、 DeNA としたら4対2で勝利ね、初戦先勝は大きかった勝利だと思います。 DeNA 対中日8対9、中日の逆転勝利っていうね、ところで、中日先発松葉、4回69球、7安打2三振、1球5失点。DeNA 先発ジャクソン、6回3分の1、90球、6安打5三振、1球3失点っていうところで、もう解説不能です。ね。DeNA はね、初回1点先制、梶原のね、先頭打者ホームラン。で、2回裏に、山本のスリーランで、4対1、で、3回ね、中日が、1点返すけども、4回に、強打のね、セーフティースクイズで5対1。で、6回にはね、宮崎のタイムリーっていうところで、7対1。もうこれでほぼ決まったと思うやん。ね。そしたら、怒涛の中日が、7、8、9で、8点取って逆転っていうね。DeNA は、ね、山崎、安崎、ウェンデルケン、森原と勝利の方程式使った、その選手全員が6失点。これは、誰か普通いいけどね。調子ね、全員点取られるっていうね。で、中日は7回にね、田中美希がタイムリー。で、福永の内野ゴロの間に1点入れて、2点。で、8回にね、村松のタイムリーツーベース、山本、福永のタイムリーっていうところで、7対7の同点。しかし、8回ぐらいにね、山本が勝ち越しタイムリー打って、まあ、これでね、これでもう DeNA 勝ったなと、危なかったなっていうところで、9回ね、森原が出てきて、川越細川が連続ヒット。で、ノーアウト1塁から石川レフトフライアウトになるけども、木下ライトまで満塁。で、ワンアウト満塁から村松タイムリーの、田中美希也が詰まりながらもタイムリーヒットっていうね、ところで勝ち越し。もう解説不能です。DeNA としたら、これはもう、まあ、勝ち越したから最低良かったけどもね。でも、このね、試合をやっぱ落としてたらね、
やっぱ A クラス行かれへんでっていうねぐらいのね7対1からの逆転負けだけどね。でもドラゴンズはすごかったね。この集中だね。できるやん、やればできるやんっていうね、素晴らしい試合展開ね。まあ DeNA としたら痛い、しかし最低でも勝ち越したから、まあポジティブにいこうかっていうようなね試合展開でしたね。まあちょっと解説は不動ですね。もうボコボコタイムです、どっちもね。まあ結果中日のね9対8勝ちね、カードは2勝1敗、 DeNA の勝ち越しでした。続いて阪神対ヤクルトということでね、ヤクルトは8月、5勝9敗とねで1分け、大きく負け越し、そして4カード連続負け越しでね、来てる8月絶不調の中でね、なんとかね巻き返していきたいっていうところで、このカードね先勝したい中で、阪神対ヤクルトね8対3で阪神の勝利っていうところでね先勝できたのは大きかったかなと。で、この日ね先発は才木ね、7回118球3安打7三振2四球無失点とね、前回ちょっとやられちゃったね、でもしかしねこの試合はしっかり勝って、今年ね10勝目というところでね、クッピッチね、2試合続けてね4失点5失点で、ヤクルトはね8月6日の試合にね4失点しているっていう中でね、しっかり勝ち切れたのは大きいし、ヤクルト先発吉村6回3分で111球7安打5三振4四球4失点というところで、まあ立ち上がりのね3失点が痛かったなっていうところと、もう久しく勝ってないからね、前回の阪神戦も6失点、そして、ね、ちょっと調整を開けて12日ぶりのね、この阪神戦でも4失点というところで、なかなか痛い敗戦ね、その中で阪神はね、初回、近本レフト前ヒット、中野送りバントを決めて、森下佐藤が連続でフォアボール、でワンアウト満塁から大山が三振するけども、前が押し出しのフォアボールから木浪の、ライトへ2点タイムリーツーベースで一気に3点、これ大きかったね、才木にとってもね。で7回に阪神はね2アウト1塁から大山のタイムリーヒットで、8回には一気にビッグイニングね、中野佐藤そして大山がタイムリーっていうところで一気に8点ね、13安打もう大爆発のね、8月本当に不調で、巻き越しが4カード続いている中でね、いい形でね、初戦勝てたのは大きいし、ヤクルトはもうなすべなくっていうね、最終回にねピッチャー岡田目、まあ、フォアボールもあったりしながらね、3点取れたけどもね、まあ、これはもう8対3ね、水曜日の試合に向けてはねいい形の9回の得点になって流れは作れたかなっていうところもありますけども、まあ、この試合で言えば野球しりみつ的だね。しかしね、才木がねしっかり0点に抑えてね、最近の、ちょっと微妙な投球もね、払拭できたっていうところも、後半戦ね阪神が逆転していくに向けては、好材料になったし、その中でね初点3点取れてね、いい形で才木を投げさせず先制点の援護ができたっていうところも非常に良かったし、逆にね、吉村はねもう調整明けできていきなりパンパンっていくのはね、流れ的にもベンチ的にもよろしくないんでね、そういった中ではこの終盤ねローテーションを守っていって、まあ、次期ヤクルトのエースになっていくっていうところで考えると、ここが壁だからね、これを乗り切れるかどうかっていうところが勝負のねシーズン終盤になってくるんじゃないのかなっていう一戦だったと思います。阪神対ヤクルト10対4で阪神の勝利ということで、ヤクルト3試合連続初回に3失点これはもう痛いね。ヤクルト先発サイスニード4回67球11安打1三振1四球56失点その後の星も4失点ね。で阪神先発西6回106球4安打4三振2四球2レポットボール3失点と、両リーグ50勝ずつの100勝グッペッチ素晴らしいナイスです、はい、ね。まあその中で阪神はね、初回、佐藤の、タイムリーツーベースで大山のホームランで3点で、2回にもね、ピッチャー本人の西のタイムリー、そして中野のタイムリー、森下のタイムリーで一気に6対0。ね。まあ、これでほぼ決まったかな、試合はね。ヤクルトがね、5回の裏に、長岡のね、タイムリーで2点取り返すけれども、この5回の裏ね、2アウト2、3塁から近本のね、ショート、三遊間のところをね、タイムリー内安打、これが2点入る。長岡飛びつくんだけどね、ちょっと後ろに弾いたところ、三塁コーチはよく回したね。あれはね、よく判断してて、よく回してセカンドランナーもね、この内安打でホームに帰ってきたっていうところで、まあ、この5回裏のこの近本の2点タイムリー内安打、これでほぼ勝負決まったね。この5回表の2点でね、6対2、まだ中盤どうなるかなっていうところでね、この2点はかなり大きかったかなと。で6回ね、宮本のタイムリーでヤクルト点返すけども、6回裏ね、サトテルのツーランホームランといったところで10点目。これはもう圧勝だね。もう序盤の得点がね、まあ、阪神もここに来てね、3位死守、そして1位2位がね、争っててね、ちょっと足踏みしてるところをね、なんとか詰めていきたいっていうところではね、非常に2試合連続ね、ヤクルトに勝ったっていうところは、まあ、打線もね、勢いづいてきたしね、いい形の、こっからのね、昨年みたいに9月構成でいけるかどうかのね、いいね、打撃、だったんじゃないのかと思います。阪神ね10対4で勝利、このカードも勝ち越し決定3連勝なるか、今日の試合どうなるんでしょう。はい、
阪神対ヤクルト22日の試合2対5でヤクルトの勝利ということでヤクルトの逆転勝ち、ね、ヤクルト先発ヤフーレ6回3分の2、98球、6番で4三振、1四球1失点と、まあ、勝ち負けつかず、阪神先発青柳6回94球7安打2三振、1四球1デッドボール2失点、こちらも勝ち負けつかず。でも青柳久しぶりのね、登板になったけど良かったね、いい感じで投げてたと思う。この終盤ね、この阪神の逆転勝利に向けてね、この青柳のピッチングはね良かったかなと。まあ、失点2ね、自責点1、5月31日、約3ヶ月ぶりっていうね、ところでは非常にいい形のね、調整してきたんじゃないのかなと。まあ、その中でね、阪神は2回裏、島田のね、タイムリーツーベースで先制ね。で、これ3塁狙って、セーフだったけどオーバーランでアウトっていうね、これもったいなかったよね。ここ2点目ね、いけてただけにあのオーバーランはね、本当に痛かった。逆境にね、ヤクルトはね、最後の最後までね、タッチしっかりね、やったっていうのは良かったかなと。しかしね、ヤクルトは3回表取られた後すぐにね、ワンアウト満塁から、宮本が犠牲フライ、ね、で5回ね、村上のタイムリーっていうところでね、勝ち越しね。しかし8回裏ね、大山のホームランで同点に追いついて、まあ、これもどうなるのかなっていうところだったけども、まあ、9回ね、2アウト2塁から山田のね、勝ち越しタイムリーツーベースでオスナタイムリーツーベースで、3点を挙げて5対2ヤクルトの、ね、勝ち越し逆転勝利っていうね、ところになりましたけどもね。まあ、そういったところで言うと阪神はね3連勝したかったけども、まあね、勝ち越したっていうのは大きいからね、またこっから勝ち越し勝ち越していくのがね、大事だから、そういった意味ではね、まあ最低限とね、このカードっていうのはね遅れたのかなっていうね。あとはね、この青柳のピッチングっていうところが、まあ次の試合に向けてもね、かなりいい光のね兆しが出たんじゃないのかなっていうところもあるんで、前向きにね行きたい試合なんじゃないのかなと。まあ、ヤクルトはね3連敗阻止ね、いい形のね村上オスナが打って、あの結局あの3塁のあのねオーバーランタッチ、あれがね勝負のねキーポイントだったと思います。まあ、結果ね5対2ヤクルトの勝利、カードは2勝1敗阪神の勝ち越しでした。巨人対広島首位攻防戦というところで、20日の試合3対8で広島の勝利、このカード先勝というところで、広島先発森下5回99球8安打2三振2四球3失点で勝ち投手、巨人先発山崎より4回99球9安打6三振2四球7失点で敗戦っていう中でね、まあこれもね広島が初回ね、秋山レフト前江沼フォアボールでね、ここ小園が送りバント失敗、いや流れ悪いなっていうところで、ワンアウト一塁から清金がねレフト線へタイムリーツーベースっていうところで一気にね、ファーストランナーの野間もね、ホームに帰ってきて先制っていうねところで、これしっかりファーストランナーまで帰ってこれたのはね大きかったよね。でこれでしかもね、このままねいけるかっていうところで、巨人もね、2回の裏に岡本のホームランで1点返したって言って、まあこれまだまだ分かんないなっていう状況の中で、4回ね広島ビッグイニング、矢野相澤、連続ヒットで、森下がね送りバントしようと思ったら決めきれずね、バスターになったらね高いバウンドで三遊間に飛んで、これが内野安打、もう月もあるし、逆にそういうバスターもねしっかりできるっていうね、この打力っていうところがね、森下自身もチーム自身も救っていくっていうね。でノーアウト満塁から秋山三振、野間三振するけども、小園が押し出しのフォアボール、ここよ、ここ振り返ろう、このポイントはね多分ねこの試合ここなのよ。ツーアウト満塁ね、ノーアウト満塁から三振三振できて、でそして小園の打席ね、フォークフォークと、もう小園も 1-2-3-1-2-3 に来てる中で、もうバレリーナスイングの空振り2球ね、でここで高めのストレート外すんだけど、これが一番の問題、いらんてこの高めのストレートは。しかも満塁ね、まあ、この三振三振できてちょっと余裕ができたのかなっていうのもあるけども、もうあれフォークフォークフォークでいいね、でフランでフォークフォークストレートでいって、次フォークフォーク見逃されてるじゃん、もう完全小園としてはねフォーク来るんじゃないのかっていう意識の中で、もう中入れて中入れてして、もうボール低め振らないぞっていう待ち方じゃん。で3ボール2ストライクになって、インコースのストレート行って、で最後またフォーク見逃しじゃん。結局これもうね、仮にもフォークフォークでストレート行きたいんだったら、もうストライクゾーンに行って見逃し三振取る気持ちの裏の裏書きましたよみたいなね感じのストレートだったけど、あれ高めに外すことがね、高めに外したらまた次フォークちゃうかってね、高めに外して次またインコースストレートとかだったらいい布石になるんだけども、フォークフォークだったらもうスタンダードすぎて待たれちゃうね。それだったらもうフォークフォークフォークでよかったね。であれちょストレート意識してんのかな、じゃあワンボールツーストライクになった、じゃあインコースまっすぐ行こうね、でここでファールボールになってももう一球またフォーク行こうかなとかね、余裕あるじゃん。このね3球目の高めに外すのがね、この試合の一番のポイントだったんちゃうかなっていうね、正直マジいらんかった、あの高めのストレートの1球外しはね、なんかアウトコースに外すのはありだけど高めでかみたいな感じだもんね、いらない。もしくまあ考えとしては
高めに目線してフォークで落とそうっていう肯定の目線を使ったんだけども、それはもうちょっと言葉にはバレバレだったね。でその後2アウト満塁から聖火のね、レフトへ、走者一掃のタイムリーツーベースで坂倉のセンター前タイムリーで5点で7対1、まあこれでほぼほぼゲーム決まったよね。しかし4回裏にね、浅野のタイムリースリーベースで丸のねタイムリーっていうところでこれ2点返したっていうのはね、まあまだ巨人の強さっていうところもあるし、7対3まだあるかなっていうところもね、見せたけども、この5回ね、2アウトから大城センター前坂本フォアボールで2アウト1にチャンス作って門脇セカンドゴロ、ここでパン1本出てればね、あのまだ分からなかったところ、このジャイアンツの攻撃といえばこの5回裏のね、こう2アウト1塁ここで1本出るかどうかっていうところがポイントだったかな。でも6回裏にもね、ワンアウトから、伊豆口、内野安打で丸がデッドボールでチャンス作ってワンアウト1塁になるけども、吉川モンテスが続けずね、だからこの5回6回もねチャンス作りながら1本出なかったっていうところも痛かったかな。で広島はね、8回表に、2アウト1、3塁から小園がねレフトにタイムリーヒットを打って8対3、これダメ押しっていうところがね、なったかなっていうね。だから巨人としてはポイントはやっぱあそこがもったいなかったかな。あのままもしね、あの回0点で抑えたら、ひょっとしたら巨人勝ったかもわかんない。だからそういったところでもやっぱりね、あの1球っていうのがね、ちょっと無駄だったんじゃないのかなっていうところが、この一戦の注目ポイントだと思います。ね。だからといって、大城がリードが悪いわけじゃないですよ。騒がないでくださいよ。ちょっとミスしたっていうね、ところだったと思います。ということで結果ね、8対3、広島のね、先勝です。巨人と広島21日の試合4対1で巨人の勝利ということで、この試合カープがねこのカード3連勝したらマジック点灯って言ったところで、まあこれでひとまずねマジックの点灯はなし、まあ1勝1敗の5分になってね、最終戦の戸郷アドラの戦いに持ち越しっていうところでしたけども、この試合両先発ね、巨人先発グリフィン7回99球6番7三振無四球1デッドボール1失点で、広島先発戸郷だ7回110球5安打6三振2四球1デッドボール1失点、両投手グッペッチね。まあこの試合ね日本放送で解説言ってましたけども、まあ、グリフィンはねどちらかというとゆったりしたピッチングでバランスのフォームもよく腕もしっかり振れて制球コントロールね、球威、緩急すべてにおいてグッピッチね。で逆に床田はね体調的に結構テンポ早くね、取ったら投げる、しかもね、フォームのバランスも早く、しかしねフォームのバランスを崩すことなく、ツーシーム特にパームめちゃくちゃ良かったしね、いい形の緩急つけて、素晴らしいピッチング、まあ、両投手ともね勝ち負けつかずっていうところで、まあ、どういう展開になるのか、もう前半は特にね、なかなか両チームね、得点シーンも、なくね、なかなか難しい拮抗したね、ランナーを出すけども、1本出ないっていうね、ところでなかなかね、お互い得点ができない、まあで解説でも言いましたけどね、こういった試合っていうのはもう一発かエラーでね、決まるんじゃないのかっていうね、ところで広島はね7回表ワンアウトからね、インコースを狙った球逆球になってね、これ2球連続逆球になるんだよね、それを坂倉がもの見事にライトスタンドで弾丸ライナーでね打った瞬間をホームランでね先制ホームラン、これはね、安倍監督言ってましたけどもね、これはベンチの指示だったからバッテリー悪くないと私の責任ですっていうところで、まあそういうところではっきり言ってくれるとファンの皆さんも分かりやすいんじゃないのかなと。このままね1対0で終わるのかなと思ったらね、まあ点が入ればね動き出すっていうところがねある中で7回裏ね、これまで制球抜群だったとこだがね、先頭坂本のフォアボールで門脇送りバントで岸田をね最後パームで三振取るけども、ツーアウト二塁から浅野がセンターへね左中間を抜けるタイムリーツーベース、ここねその前にインコースいいところバシリ決まるんだよね、でこれがボールになって次ねアウトコースのツーシーム、あのめちゃくちゃいいところだったけどね、だから決して失投ではない、でも浅野はねヒーローインタビューで言ってましたけども、インコース来たんでその外にね次落ち球が来るんちゃうかっていうのを意識して待ってたっていうところで、これはね浅野のね駆け引き勝ちっていうね、ところで、同点になって、で8回裏ねピッチャーハンに代わって吉川ねファースト内野安打、あれもアンツーカーのねこの土と芝生のねこの境目に当たってイレギュラーしてね、堂林の体に当たるね内野安打で、モンテス宇宙間に抜ける、これもねアウトコースのツーシームね引っ掛けないでね宇宙間へっていうところでノーアウト2、3塁でもここでね4番岡本、もうバッテリーとしたらねもう詰まらすしかない、外野フライにもねもうダメなんでね、そういったところで初球インコース狙ったところがど真ん中に入ってね見事に打った瞬間スリーランホームランっていうところで岡本グパッてね。まあでもこの試合の一番のポイントはもう浅野だね。この7回裏、これあれ浅野が打ってなかったらそのまま1対0でね、終わってたかもわかんないところ、あれ同点に追いついたっていうところも多かったし、あとはね、なんて言ってもね、このね、岸田ね、岸田の素晴らしいプレー、ね。この8回ね、先頭秋山がフォアボール出て、で、こう大蔵初期、ここでね、解説でもどうすんのかなと、ね、野間が送りバント決めてから、バルドナードだったら初期の3投もある、ね、
逆に羽月が盗塁してから野間のバンド進塁打丸どっち取るのかなっていったところでね、2エンド2からね、ラインドヒットの形で走るけども、バルナードスライダーを野間が空振り、そしてここが岸田がね、もう動きながら半身になって取ってセカンドスローでナイススロー。これはね、もうね、教材になるぐらい素晴らしいスローイング。これはもうね、本当にもう DVD に焼いてね、みんな見るべきっていうね、キャッチャーの人は。めちゃくちゃ素晴らしい。この半身になって取って。ってね、もうあのぐらいのスピードでいかないとセーフだったからね。そういった意味ではね、この、いつだったかな、この2回ね、この、ここは、2回表のね、小園の盗塁もそうだけども、この2回ね、この先頭のランナーを岸田が刺したこの盗塁阻止のプレー。これはね、めちゃくちゃね、裏 MVP だね、この試合ね。くっそ。で、しかしね、まあ4対1、巨人が勝ってね、こう最終戦どうなるのか、非常にね、いい戦いでしたね。巨人対広島、1対2で、広島の逆転勝ち。22日の試合、広島の先発アドは5回3分の2、88球、10安打4三振、1球1失点と、まあ、ランナー出しながらね、まあ、なんとか粘ってね、粘り強い投球っていうのが生きたのかなと。で、巨人先発とこ、8回3分の1、114球、5安打8三振、1球1失点、完璧なピッチング。最後ね、最後の最後、ちょっとミスコントロールね。まあ、そういったところでね、巨人はね、初回から先頭丸がレフト前ヒットでチャンスね、先頭出るけども得点生かせずね。で、2回にも、ワンアウト満塁、戸郷サードゴロね、5-4-3ダブルプレー。これまあ戸郷だから仕方ないけどもね、まあ打ちに行ってって、まあ、結果論だけどもね、まあ、三振の方が良かったみたいなね。で、3回にも、2アウト1、3塁チャンス作って大城がピッチャーゴロっていうね。で、4回にも坂本、門脇連続ヒットにノーアウト1塁チャンス作るけども、浅野、戸郷、そして丸とね、続けず。まあ、戸郷は送りバントだけどもね。だから1回から4回までチャンス作るけども、これ1点取れず、ここまでで1点取れてたらね、状況が大きく変わったけども、まあ、6回裏ね、ワンアウトから坂本、門脇連続ヒット。で、ワンアウト1塁から浅野がね、ライトへタイムリーヒット、浅野クッパっていう。連夜のね、素晴らしいバッティングでね、1点先制。まあ、このままね、まあ、逃げ切り勝ちしたかったところ、9回表ね、広島、先頭のままね、ぷよーんって言ってね、ちょっとナイスバウンドでね、レフト前ヒット。で、ダイソー初期、前日は盗塁してね、三振ゲッツーになったけど、どうするのかなって見てたら、ここはきっちりやるのが送りバント。で、ワンアウト二塁から小園がね、ツーストライク追い込まれてから三球勝負っていうところで、フォークボールね、コースには行ったけど高かった。あれはやっぱりね、戸郷としてはワンパン投げたかったと思うんだよね。そういった意味では、コースは素晴らしかったのよ。だから、ミス投球といえば違うんだけどね。でもそこを小園がね、うまく合わせて足元抜いてセンター前タイムリーヒットで同点。あれはね、低め投げたかったよね。だからそこら辺はね、ミスなんちゃうかって、コースはめちゃくちゃ良かったけどね。で、その後ね、ピッチャー大勢に変わって、だからここも難しいけどね、俺もそのまま戸郷で良かったんちゃうかって、まあこれ結果論だけどね。で、11回大勢で良かったんちゃうかって、まあ結果論だけどもね。で、10回表ね、ピッチャーケラ、ワンアウトから菊池フォアボール、で、代打秋山ライトツーベース。で、ワンアウト2、3塁からね、上本がセンターフライタッチアップできず、ね、このまま0点かっていうところで、2アウト2、3塁、高めのクソボール球のストレートをね、矢野はレフトにタイムリーヒット、クッパティ。ね。で、この1点で9回、10回でね、広島の勝ちっていうね。まあ、9回裏もね、巨人サヨナラのチャンス、2アウト1、3塁ね、岡本サードゴロ、ここでパーン決めてればっていうね。まあ、でもさすが首位攻防戦だね。本当にこの3連戦ね、まあ、どちらのチームのいいところもあったしね、まあ、広島のね、2勝1敗勝ち越し、ゲーム差2っていうところで、まあ、この試合もね、3連敗しなきゃよかったんでね、まあ、まだまだこのね、試合続くんでね、そういった意味で、あと、松田6試合あるのかな、そういった意味でもまだ最後の最後まで分からない戦いかなと。でもまあね、広島のね、強さ、最後の粘り勝ちね、巨人はなんとかして勝ってね、2勝1敗で、ゲーム差なしで行きたかったけどもね、まあ、最後の最後、小園のね、ナイスバッティングっていうところでしたね。結果2勝1敗、カープの勝ち越し、天王山でした。さあ、ということでね、金曜日から巨人、中日、ヤクルト、DeNA、そして広島、阪神。阪神はこの広島にね、3たてぐらいして一気に上積みたいね。まあ、この広島はね、この巨人、阪神、この連戦、両方とも勝ち越し4勝2敗だった、もうバンバン勢のね、試合展開。巨人はね、中日、これはもう最低でも勝ち越し。うまくいけばね、もう3連勝したい。先発西舘、リリーフから先発になってね、こうどうなるのかっていうのは注目。ね。で、パリーグは日本ハム、ソフトバンク。ね。これ日本ハム、まあ、ソフトバンクは3連敗しなきゃ大丈夫っていうね、ところで、まあ、初戦の有原がどういうピッチングか。で、西武楽天。楽天もね、ロッテが3連敗して追い上げていけるから、このね、今最下位西武にガーってね、勝ち越して、でも西武も3連勝して勢いあるよね。ここで流れを止められないように行きたい。で、オリックス、ロッテね。ここでロッテね、オリックスに負けてるようじゃ、これね、A クラスも危ないぞっていうね。まだまだ面白い夏休みね。皆さん、楽しんでいきましょう。それではまた。